欢迎来到小哥播报，看热闹更看门道。本集要来介绍日本跟美国各有一位选手可以投出蝴蝶紫砂球，也就是把紫砂球投到接近零旋转，而有像是蝴蝶球一样的乱飘轨迹。首先，我们来看日本节目对前日职选手盐田胜司的介绍。続いては神業ライブラリー。上田さん、今球界で話題の魔球があるんです。キャッチャーが取れないやつだろ。そうなんです。驚きの魔球ご覧ください。トヨタ神業ライブラリープロ5年目の中日岩田慎二、彼の神業はこれだ。うわー、うわー、すげーな。確かにキャッチャーも取れないほどの変化を見せる魔球、その名も日本中誰も取れないというマジカルフォークっていう名前をつけていただいたので、名古屋ではそれが浸透してるかなと思うんですけど。マジカルフォーク、一体どんなボールなのか。握りを見せてもらうと、通常のフォークと変わらない。そこで岩田のマジカルフォークをスーパースローカメラで撮影、本人に分析してもらった。初めてですね。すごいな。回転しないな。変化はどうするかわからないです。もう投げてボールに効いてくれっていう。すげえ、本当に。知らないの。確かにボールはほとんど回転していない。しかも岩田本人も投げてみないとどう変化するか予測できないという摩訶不思議なボール。スポーツ工学を研究している溝田教授によると、通常のフォークはボールがキャッチャーミットに届くまでおよそ5回転から10回転。しかし岩田のマジカルフォークはおよそ1回転。回転数が少なければ少ないほど空気抵抗が大きくなるため、ボールはより不規則に変化する。多分大きく振らないと、まあ、揺れも多分少なくなると思いますし、まあ、ここ一番で使えるぐらいまでしっかり練習していきたいなと思います。ほぼ無回転、投げた本人も予測不能な変化球マジカルフォーク、これが岩田の神業だ。盐田是中日龙在2008年选秀的第五指名，在七年的职业生涯只有出赛49场，战绩9胜15败1中继，生涯蹲捕2963场，为日职史上最多的明星捕手古凡元信，都曾在比赛中接盐田的球接到很气馁，表示我接不到。传统的蝴蝶球球速大约在90到110公里左右，但盐田胜司无旋转紫砂球却能有120到130公里的球速，才会让古凡元信接捕困难。他在2016年隐退记者会，认为自己靠魔法紫砂能跟打者一决胜负，但后来投不出来，以至于无法解决打者。美国职棒大联盟也有一位可以投出无旋转紫砂的投手，他是 Robert Coelho。 由于他用大紫砂握法投出无旋转紫砂球实在太过于罕见惊人，他的这颗球路甚至被英语脏话缩写取了一个绰号 WTF。因为这颗球路会同时让打者、捕手、播报员、球评、球迷都大喊什么鬼。 Coelho 曾在2010年、2012到13年在大联盟投球，出赛28场，在29局的投球当中取得2胜3负、自责分率 5.90 的成绩，累计3振39次，比较出色。可以看到 Coelho 的紫砂球如蝴蝶球，会有无法预期的突然下坠或横向移动，甚至会走 S 型的不规则漂移。像是这球打者明显被吓到了，直接跟捕手交头接耳，大概是在问这是蝴蝶球吗？但口爱的这个球路跟传统蝴蝶球不同的地方是，又可以飙到75迈到80迈。捕手为了接到口爱的紫砂球，甚至比照接捕蝴蝶球投手，直接换上加大的捕手手套。物理学家 Alan Nathan 认为，口爱的拇指对球施加向后旋的力量，刚好抵消时钟两指对球施加前旋的力量，才能把旋转降到最低。2019年西武狮洋将 Dante Heath 也投出过类似的球路。